立浪ドラゴンズ、とんでもない事実が発覚。立浪和義監督、54、打順に2年目の今季もBクラスが確定した中日。先月初頭に勃発した令和の米騒動以来、野手の米飯の提供を制限しているが、1日だけ全内にカレーライスが振る舞われたことが分かった。8月23日付本式報通り、中日では選手らに何の説明もないまま、同3日の試合前の食事会場から突如米飯の入ったジャーを撤去。立浪監督の発案とされ、コンディション向上を意図したとみられるが、幼なライデル・マルティネスの抗議により投手陣のみ翌日から撤去が再開された。しかし、野手だけでなく試合に出ない球団フロントや裏方のスタッフまでなぜか小さなおにぎり以外の米飯を禁じられたまま1ヶ月が経過。兵糧攻めへの対抗策として涙ぐましいまでの裏技も横行している。これは信頼できるソース、結局出てないやんけ。その日に勝っておけばワンチャンあったのに。フロントやスタッフまで歴禁止されてるのくさ。立浪禁止にしてほしいんやが。ほんとホピル監督やわ。何の意味があるのか本当にわからない。これほんまに令和のニュースか。チュニドラだけ時代おかしいやろ。ご視聴ありがとうございました。